好きになる楽を旅にする楽旅,楽旅,る楽旅皆さん新年明けましておめでとうございます。 さあ本日は2024年1月の3日水曜日です。午後の3時になりました。さあほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブワン今日ちょっと旅へ。2024年新年最初のライブ配信本日スタートしたいと思います。拍手 さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうかお正月三が日,日ということで、本日1月の3日、まだまだお休みの人も多いと思います。明日あたり1月4日からお仕事始めという方も多いと思います。今日まではゆっくりとお過ごしいただいているんではないでしょうか ?2024 年、辰年が明けました。 年末はギリギリまでこのライブ配信を行っておりましたが、1日、2日と私も少しゆっくりさせていただきました。まあ、新年早々ではありますが、1月の1日、能登半島での大きな地震がありました。多くの方が犠牲になられまして、また被災者の方も多く出ております。ご冥福と1日も早い復興を心から願っていたいと思います。 また昨日も羽田空港における大きな事故がありまして亡くなられました方もいらっしゃいますまあ新年早々の大きな天災や人災事故がありまして、まあ、少し今年はどうなるのかなという、まあ、そんな船出も感じましたけれどもまあこれからですねまだ360日以上ありますいい年になりますようにですね 私たちも京都からいろんなですね魅力をどしどしと発信していきたいと思いますぜひあの能登で大きな地震がありましたので、まあ、これに関しましてはぜひまた私たち楽旅でも何かそうですね支援も含めましてオンラインでこう講座をしながらですねその皆様からの支援金をですね赤十字などを通じて支援に 回させていただきたいと思っていますので、また具体的にはですね。えー、早急に何かこう固めましてですね。えー、皆様にもお知らせをさせていただきまして、みんなで。少しその復興に向けたですね。動きを支援、少しでも支援ができな、ね、い。できればいいかなと思っております。さて。今日一月の三日。だいぶね、街中もちょっと落ち着いた感じがあります。お正月一月の一日は大きな賑わいでした。 ちょっとね、雨模様の時間帯もありましたけれども、初詣を中心に多くの皆様がですね、京都にお越しをいただきまして、な、ま、ん、あ、と言いましても京都は神社お寺がたくさんありますので、そのお寺神社の初詣、大きなにぎわいでした。私も1月の2日、錦天満宮にも行きまして、錦天満宮は錦市場の神社ということもあって、 商売繁盛。まあこれ会社にとっては大変重要なご利益でありますし、また学問成就、天満宮ですから、これもまた教頭を学ぶ私たちにとっても大事なご利益になりますので、商売繁盛、学問成就、それら含めましてですね、この楽旅京抹茶から一番近い神社の一つです、錦天満宮を参拝しまして、初詣とさせていただきました。 ニュースを見てますと、やはり、辰年ゆかりの神社が大変大きな賑わいとなっているようでした。JR 京阪東福寺駅から歩いて徒歩、もう2、3分で到着をします。滝尾神社というお社があります。この滝尾神社、お参りをしますと、まず、天井に、 大きな龍の木彫りがお祭りをされていることで知られているんです雅楽などを総じる舞殿の天井裏大きな一節には伝説の彫刻師左騨五郎作とも伝えられましたが大きな龍の彫刻があってまあそれを見ようということで多くの皆様が滝尾神社にこう 初詣の参拝をしている模様がニュースに流れていましたその他にも龍の神様を祀る木船神社二条城の南の新千円など龍神を祀る親代で大きな賑わいとなっています私たちの楽旅京町屋でも年末から年始に昨年の絵とうさぎから新年の絵と竜絵と 絵灯の引き継ぎが行われまして、無事に2024年辰年が明けたということになりました。これから1年間辰年ゆかりの神社お寺が大変にぎわうと思います。まもなく今日の冬の旅非公開文化財の特別公開で発堂全のお寺のよく発堂の大きな天井に龍の図が描かれています。 まあそのあたりもたくさん特別公開に入りますので、ぜひね、そのような辰戸市ゆかりの神社お寺を巡っていただくのもいい一年のスタートになると思います。そして昨日2日あたりから京都の百貨店でも初売りが行われておりまして、今日落旅京町屋に来るときに市場通り横切って大丸京都店にちょっと立ち寄ってきたんです。実は昨日も行きまして、初売りに。 で、今日も少し地下を訪ねまして、まあ、いつもね、こう、親しくさせていただいています。京料理の二電さんのちょっとところにね、昨日も行きまして、で、お弁当を買ったりしまして、もういよいよですね、初売りも昨日から始まっておりまして、四条通りを中心に皆様大きな賑わいになっています。で、四条通りをずっと東へ歩きますと、八坂神社もありますので、八坂方面に向かっていく、 初詣の皆様そして西へ戻ってくると高島屋そして大丸と大きな初売りでにぎわう百貨店もありますのでもうこの市場通りが大きな今にぎわいになっています商店街のアーケードの下を歩きますとお正月らしい琴の音が音楽として流れておりましてもう正月のムード満点という感じです 例年、八坂神社が三が日で100万人近い初詣のお客様が来るということですからまあ、まだまだ今日いっぱい、なんとかね、今日雨模様という予報があったんですけども、京都ではね、ほとんどまだ雨も降っていないような状況ですね。なんとかね、曇り空でとどまっていますので、まあ、このままなんとかお天気が保たれながら行きますと、初詣のお客様も ぐっとこう伸びていくんじゃないかと思います比較的例年に比べると暖かい年末年始ということでした今日も10度を超える最高気温がありますので大変厳しいね一桁台とは異なってちょっと暖かなお正月になっています今ちょうど後ろラクタビキョマチアの洗剤ドアも開けまして外の空気が入ってきていますなんとかねこうやって特にエアコンもなく今ライブ配信を行っていますけども この外の空気でもまあもちろん寒いですけれどもそれほどね真冬ほどのいや絶対無理ということはありませんので比較的暖かいお正月をね迎えているんじゃないかなと思っています楽旅でも年末になるみも餅さんからこのお餅を買い求めましてそしてみかんをのせて裏白を敷いてそして 鏡餅をお飾りさせていただきました。あの、本当はこの床の間の方に飾っているんですけども、今、ライブ配信のために少し前の方に持ってきていますけども、まあ、この鏡餅、まあ、いろいろな縁起を願って、お正月に飾る習わしですね。お餅を重ねるのは、重ね重ね、今年もよろしくお願いしますという重ねることを願って、そして、みかん、 代々です。代々子孫が繁栄しますように、家の発展を願って代々このみかんを飾る習わしです。で、裏白、下に敷いている植物ですね。裏表なく、ね、人と接して素晴らしい人間関係を作っていく。裏表なく裏白を飾り、 そして中には昆布をお飾りする大きな鏡餅ですとね、料亭さんとか行きますと大きな鏡餅が玄関とかお座敷の床の間にあって昆布をこうね、お飾りしています。昆布は喜ぶに通じて、また子供を産むと書いて子ぶにも通じますので子孫繁栄、家の発展を願って昆布を飾ります。また、 この辺りに星がきをね、柿がお飾りされた、そんな大きな鏡餅もあると思います。全部で10個、柿がついていまして、外が2個と2個、中が6つ、6と2と2で合わせて10個の柿が棒にこうついているわけなんですね。これも 外に二個二個中むつまじくといいまして、ね、このご近所さん含めて、まあ、町内の皆様とやっぱり一年過ごしていきますので外に二個二個家の中はむつまじくということでそういう柿を飾って今年一年の新春出発を願っているということなんです。 一般的には11日に鏡開きと言いましてね。あの、昔は武家の家では、切るということは、なかなかこう縁起が悪い。腹を切るに通じますからね。ですから、本来はお餅を切るんですけれども、切るとは言わずに開くと言いましてね。鏡開き、運が開けるとか、 そういうことを願って開くと言いまして鏡開きを行いますまたはあの松の内と言いますように1月の15日までがまあ、お正月ともされますので15日までお飾りをして鏡開きをするというところもあるかもしれませんお正月に欠かせない神様をね願い事をするそんな時にこの鏡持ちをですねお飾りをするということなんですまたあの玄関には 楽旅京町屋にもき松ももちろんありますけれども京都では比較的小さな若い小さな松の根っこごと抜いたものをですねオスメスオマツメマツ一対で水引きをかけてお,参り、えー、お飾りをする習わしがありまして、まあ、その値引松も今玄関の方にお飾りをしています。 あの松がまあやっぱ縁起もよくですねあの葉っぱが神様のよりしろとされますとんがっているあの先端に神様はスッと寄ってきますので今年一年お守りをいただく年神様がその根引松や門松を目印にスッと家の中に入ってきまして神棚に宿るということなんです一年間お守りをいただく年の 神様を年神様と言いましてその年神様をお迎えして1年間この家が発展しますように会社が発展しますようにとお願いしてきた習わしなんですもう今年はね鳴海墓地さんの鏡餅飛ぶように売れたようで30日に買いに行ったんですよ例年ね大晦日に買いに行くんですが30日1日早く買いに行ったんですがもうすでにね 一番大きなものはすべてあの、売れてしまいましたということでね <laughs>。ちょっとあの、例年よりかは、ちょっとこう、こじんまりと、ね。まあ、身を慎んで <laughs> ということで、ちょっとこじんまりとした鏡餅になってるんですけども。まあ、またこれ、鏡開きをしてですね。まあ、おぜんざいとかにして、神様からのお下がりということになりますので、ありがたくね、頂戴できればいいのかなと思っています。さて、 せっかくなのでね、今日は皆様がどのように年末年始を過ごされたのか、ちょっとね、コメントも見ながらですね、せっかくなので、えー、進めてみたいかなと思います。さあ、おたくさん皆様からもコメントを頂戴しています。先生、皆様、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますというコメントです。 いやこちらこそ本年もどうぞよろしくお願いします明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます能登の,の方はご無事でしょうか1日も早い復興をお祈りしますそうですね本当にあの京都大阪でも結構揺れましたびっくりしまして私ちょうど大阪の実家にいたんですけどもぐわっとこうマンションが揺れましてですね最初は何かこうマンションがちょっと軋ん出るのかなと思いましたけどもその音の大きさとね次第にこう 長かったですね。揺れが少しびっくりしました。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。ライブで聞けるのは久しぶりなので嬉しいということで。そうですね。なかなかね。皆さんも。コロナも明けまして、皆様お仕事にまたはプライベートにとお忙しくなっていますので。なかなか特にこの午後三時。お昼間の配信というのは。 なかなかね、こうライブで見るというのは難しい方がほとんどになっていると思います。なので、こうやって年末年始の少しお時間があるときにですね、ゆっくりと今日3時から今行っていますので、見ていただけると、本当にね、久しぶりのライブだという方もいらっしゃると思います。ありがとうございます。あけまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。あけまして、おめでとうございます。あけまして、もう皆さんからもたくさんのですね、ご挨拶が入っております。 おお正月ははは実家ででした。京京都都い人ですす。ね。ね、まあ、やっぱりり、ね、初詣のお客様が大変多くなります近鉄電車と京阪電車は終夜運転していましたし JR も増発をして運転をしていましたので比較的夜中でも移動ができるということもあって夜通し1月の1日新年が明けて夜通しですね神社お寺に参拝した方も多いと思います。 最も三が日で一番多くの参拝者が訪ねますのは何と言っても学問の神様じゃないですね。商売繁盛。伏見稲荷大社。三が日でなんと例年270万人が訪れます。第2位が八坂神社で三が日100万人。第3位が学問の神様。 北の天満宮、三が日で50万人ぐらいということでね。まあその後も平安神宮が30万人程度とね。まあ、三十万と言ってもね。あ、なんだ、お稲荷さん270万に比べて30万かと思いますけど、三十万人が来るんですよ、三日間で。一つの市、町が、そのまま三が日の間だけで参拝しているという感じですからね。まあすごい人がお参りをしているということなんですね。 おやっぱりね、初売りといえば福袋。福袋ゲットされた方からのコメントありますよ。しかも、日本料理の名店、なだまん。なだまんのおでんの福袋ゲット。え ?1650 円からで、おでんが入ってるのかなすごい。お得な。なかなかね、その値段では、ね、こう手が出ませんからね。 なだまんさんの素晴らしい福袋をゲットされています名古屋も揺れました千葉も揺れましたとかなり大きな地震だったあ、千葉も揺れたそう関東までその揺れが来たんですねやっぱ結構広範囲にわたってその揺れが来たということですね昨日申請に行きましたが御朱印もらうのに30分並びました龍の御利益を求めて 中国の方も多かったですそう海外の方もねこの年末年始多く京都に来られておられましてねそうか龍ということは中国伝説の生き物でありましてね鯉が滝を登れば龍になるという立身出世の象徴でもありますので中国の方にとっても馴染みのある、ね、そういう江戸になりますので。 京都で竜ゆかりの神社お寺で大変こう初詣の皆様が伸びたということなんですね御朱印もらうのに30分あもしかしたらあれですか新千円今年の辰年限定の御朱印が出てるのかな御朱印をもらうのに30分並びましたということで龍のご利益を求めてね中国の方も多かったということなんです そう新千園と言いますと二条城のすぐ南にありまして今からちょうど1200年前工房大祝空が雨乞いの祈祷を行って京の都に見事雨を降らしたその雨を降らせる時に勘定という呼び覚ました竜の神様が善女竜王と申しましてねその神様を今新泉園の中にあるお社でお祭りをしているんです。 ということで、今年は大変初詣の方が多かったんでしょうね。30分御朱印をもらうのに時間がかかったということですね。学生の頃、よく京阪電車で平安神宮へ初詣に行きました。京阪電車ですと神宮丸田町駅が今あります。昔はね、丸田町という駅だったんですが、地下鉄と京阪で同じ駅の名前なので、 結構タクシー乗って行き先を言った時に間違ってクレームになったんでね今京阪電車の方は丸田町駅が神宮丸田町駅となってますねでそこから歩くと平安神宮まで約10分ちょっとで行きますので京阪でよく行けますよね通勤電車より混んでましたきっとご利益ありますそうですねすごいやっぱり初詣で 京阪電車と言いますとね、南の方から行くとまず、京都で行きますと、岩清水八幡宮がありますので、岩清水八幡宮で多くの人が乗り降りをして、その後何と言っても、伏見稲荷大社がありますから、またここで乗り降りが多くて、で、七条、清水五条。まあ、この辺りはね、清水寺に行く方がちょっと清水五条駅で降りたりはしますが、何と言っても祇園市条駅で、 東へ行けば八坂神社、西へ行けば高島屋大丸ということでね、まあ初売りと初詣で大きな賑わいとなって、で、さらに神宮丸田町で平安神宮、終点の出町柳まで行けば下鴨神社、そこから英殿に乗れば木船神社まで参拝に行けますから、 まあ京阪電車は、ね、この初詣の時は本当に通勤よりも混むというぐらいの大きなにぎわいになりますね。まあ、それだけのにぎわいの中、ぎゃーっという、ね、通勤電車より混んでいる中で初詣に行ったんですからこれはもうご利益満点ということじゃないでしょうかねああ。やっぱり関東も結構揺れたんですね、横浜もかなり揺れまして。 藤沢にいる息子は結構揺れたそうです。私はその時間高速道路を走っていましたので、わかります。そうですね。車で走っていると意外と。まあ震度三とか四ぐらいですと、気づかない可能性がありますけれども。関東でもかなりやっぱ揺れたんですね。さあ、明けまして。今年もよろしくお願いします。私たち家族七人で山代温泉に、え。 山代温泉に行ってきましたと、ものすごい揺れで怖かったです。ホテルの対応が素晴らしく、安全な部屋を用意して、合宿状態で、みんなで安全な部屋で泊まったそうです。孫たちは楽しそう。まあ、お孫さんたちはね、もう何してもみんなで一緒にいるのが楽しいと思います。さて大人の皆さんのね、安心感が少しお孫さんにも伝わったんじゃないでしょうかね。2日、金沢経由で帰れず、あ、そうですよね。 北陸新幹線がしばらく止まってまして、上越が昨日あたりから全線開通したと思いますが、まだもしかしたら北陸新幹線が、長野、金沢間がもしかしたらまだ動いてないでしょうかね。で、サンダーバードが動きましたので、新大阪経由で新幹線東海道に乗り換えて、うわ、火をまたいで家に帰ったということで、疲れましたと。いやーでも、 なんとかご無事で良かったと思いますお、下鴨神社に初詣に行かれた方からのコメントです下鴨神社も忠須の森から行列でした本殿からずっと忠須の森の中に行列が王を引いて多くの人が参拝されていたということなんですねすごいですねやっぱりもう今京都は参加日多くの皆様でね にぎわって。いよいよ今日三が日がこれから終わりまして。明日四日を迎えて、皆さんのね、お仕事も明日四日から始まるという方も多いんじゃないかなと思います。多くのコメント皆様、ありがとうございました。はい。ということで、本日一月三日。今年最初のライブ配信をお届けしました。ぜひですね、今年も。講座ツアー。 そしてこういうオンライン含めましてですね、えー、京都の魅力をもう、どしどしと皆様にお届けしたいと思いますとともにですね、やっぱりこう、新しいことにもチャレンジをしていかなければ、ね、まあよく、えいこせと言いますけども、同じことやっていたんでは、ですからね、やっぱり会社としても、私としてもですね、何かこう、新しいことにチャレンジをしていきたいかなと思っております。まあ2024年、辰年ですから、天にも昇るような、ね、まあそんな、 目目標をを立ててて、ねえー、しっっかかりとと一歩一歩歩のの前を、ね、歩んでいいいいけたらいいのかなと思っています皆さんにとっても今年一年が素晴らしい年になりますよう願いまして今日1月の3日新年最初のライブ配信とさせていただきましたさあそれでは本年最初の合言葉で締めくくりたいと思いますさあ皆さん合言葉はき もっと京都を好きになるこの好きになる届け皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの1年分元気をお届けしたいと思います皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれでは行きますきっともっと京都を 好きなるー。ということで、本日1月の3日、新年最初のライブ配信をお届けしました。明日1月4日から楽旅、会社の方は始業式となりますので、まあ、スタッフ揃いまして、1年の素晴らしいスタートを明日から切りたいと思います。1月7日、2年3における新春のおげ二部制になっていますが、 1> 第1部、あと数名お席があります。第2部の夜はもう飲む人がね、集まってましてね。これ第2部がすごいことになるんじゃないかと思いますが、あの、日本酒大好きな方はぜひ2部の方に来ていただきましたら、2部でもお酒は全部売り切れになるように、ね、最後残っても仕方ありませんから、皆さんに飲んでいただきますので、第2部、こちらの方はまだね、あのお席結構あります。 二部制にしたんでね、お席を倍用意しています、今年。二部制の方がまだもう少し余裕がありますのでね、ぜひ皆様、1月7日、新春の宴、毎年の恒例となります。1月7日、二年産のお料理とお酒をこうマリアージュしましてですね、美味しい料理を食べながら美味しいお酒、あの、お酒が飲めない方もね、結構いらっしゃいます。お,お料理ということでね。でも、ちょっとこう、 香りなども楽しんでいただけると思いますのであまり飲めないんだけどという方も全然結構ですのでぜひ楽旅の方までお電話をいただきたいと思います今日でしたらまあしばらく私もまだオフィスにおりますしね明日以降は朝の9時から夕方の6時までは会社が空いておりますのでその時間帯にお電話をいただけましたら受付をさせていただきたいと思います二電さんの企画に関してはお電話でのちょっと人数の制限がありますので お電話でのお申し込みとなっておりますので今日または明日以降お電話で楽旅の方にお申し込みをいただきたいと思いますそれでは本日もご視聴いただきましてありがとうございましたそれではポッチー今日はここにパソコンありますのでここで消したいと思います